何これ。僕はああいう暮らししかできなかった。あれおかしいな、何度も練習したのにうまく言葉が出ない。うん、でもこんな風に素直に自分の気持ちを話せるなんて初めてかも。あ、そうそう、小学生の時にお父さん、父が死ぬまでは毎年夏休みになると森へ昆虫採集に行ったりして、割と普通の素直な子供だったな。ああ、今僕は君とどう話していいか全然分かんなかったんだ。でもそれじゃいけない。いつまで経っても君のことが分からない。もっと君の話を聞きたいんだ。昨日銀行辞めました。このマンションも解約します。もうお母さんの言いなりにもなりません。僕はアパートを借りて一から出直します。には僕は君のことが本当に好きで好きでたまりません。ずっと一緒にいてください。Yeah.